ばんは、田中正弘です。今シーズン13度目の登板、5回3分の0、2失点で、勝ち負けつかず、チームは敗れてしまいました。まあ、先頭初回、荻野選手のところいきなり3ボール、になってしまって、結局そのここからツーベース打たれてしまって、でバントで送られて中村選手にタイムリー打たれてっていうところで、まあ、ゲームの初回の入りっていう部分で、結果的に簡単に失点、してしまう形になってしまったんで、そこはやはり反省しなければいけない点でしたね。で、まあ、今日の登板全部振り返って、特別どの球種どのボールが良かったっていうのはなかったですけど、まあ全体的にまあまあだったっていうところはありました。まあ、だから、まあ、なんとか全てのボールをこう使いながら、なんとか粘れることができたかなと思います。まあ、5回、最後打球右腕に当たったんですけど、自分自身それ当たったって気づいてなくて、自分の、まあ、とっさのところだったんで、まあ、打球も速かったですし、自分としてはグラブ出してグラブに当たって腕に少し当たったぐらいかなと思ってたんですけど、まあ後でマウンドを降りてから降板してから裏に下がった時に映像を見せてもらったら、みんな、まあ、みんなからその前にも当たってたよ当たってたよって言われてたんで、いや当たってないのになとかなんか思ってたんですけど、映像を見たら思いっきり当たってましたね。ダイレクトに全然グラブに当たったと思って出てたら、全然グラブ出し遅れてたし、思いっきり右腕に当たってましたね。縫い目ありついてます。縫い目ついてるの見て、あ当たったんだと思いました。結構アドレナリンっていうのはすごいんだなと思いましたね、改めて。で、まあ僕自身それで当たってないと思ってたし、なんか腕も別に普通に力は入る状態やったんで、まあ、6回もマウンド上がりましたけど、まあ、先頭の中村選手にフォアボール出してしまって、まあ、そこで降板という形になりましたけど、まあ、その後ね、空が抑えてくれて、その回は点を取られずに、回は終わったんですけど、まあ、やっぱあの1点争うゲームの中でいきなり先頭でフォアボール出してしまうっていうのは本当最悪のパターンだったんで、まあ、マウンド下ろされてもしょうがないなというふうには思います。やっぱね、勝ててないっていうのはやっぱそういうよしよしポイントポイント、ゲームの中で必ず流れがあって、抑えるべきポイントっていうものはあるので、まあ今一度、しっかりと肝に銘じながらまたやっていきたいなと思います。まあボールなんだろう、こう自分の中でコントロールの部分だったり投げ分けっていうところでこう徐々に徐々に自分の中でいい感覚になってきてる部分っていうのはあるんで、またしっかりと追求して、調整して、次回登板マウンドに上がることができればなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。